日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら神戸屋の宇治抹茶粒あんコロネを食べたいと思います。どんなコロネなんだろう。このいつもクリーンと一緒に粒あんが入ってるってことなのかな。それではまず開けてみましょう。はい、もう予想通りの感じでしたね。では中身がどうなっているのか、垂れないように慎重に。はい、こういう風になってますね。半量なので小さくないような気もしますが、まあ食べてみれば分かりますよね。それではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。抹茶が濃厚ですね。そしてあんこがさっぱりしてる。これがコロネになると一度に味わえていいね。クリームの量も無人の小豆の量も思ったより多くてバランスが良かったですね。少ないかなと思いましたけど、このぐらいがちょうど良かったのかもしれません。でホイップクリームから宇治抹茶のさっぱりとした香りが口の中でしっかりと感じられて、小豆の方も甘さも本当にさっぱりしていて、と抹茶とよく合っていてとっても美味しかったです。コロネ以外のパンでも食べてみたくなるようなクリームとあんの組み合わせでしたので、ではこちらの点数とさせていただきます。もっと早くパンチちゃちゃっと出せ突っ込まれそうですから。それでは「カツオたち私を見て」と騒ぐのや。どれだけ目立ちたがりなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の日本でお会いしましょう。